これはフィクションであり、公式記録、専門家の分析及び関係者の証言をもとには特にしていません。左からの風がかなり強いね。さすが偏西風だな。まあ正面から吹いてないだけマシなのぜ。この時期の西雪は悲惨だろうね。北雪でまだ良かったな。新千歳に着いたら APU 直してもらわないとね。出発直前に APU 指導しようと思ったら警告出るとは思わなかったよな。 APU が壊れるなんてちょっと珍しいよね。まあもっと大事な部分が壊れるよりはずっとま、おっと、 I have control、 You have control、 キャンセルマスターコーション。状況はエレックエマージェンシーコンフィグ。あちゃー、転送系か。 APU が死んでるってのに。それじゃあイーカムアクション。あいよ、エレックエマージェンシーコンフィグ。ミンラットスピード、140ノッツ。チェン1&2、オフ、チェン、オン。オフ。オン。イフアンサクセスフル、バスタイ、オフ。オフ。チェン1&2、オフ、チェン、オン。オフ、オン。エンジンモードセレクター、イグニッション、イグニッション。 VHF1、 HF1、 ATC1、 ユーズ、インユーズ、インユーズ。クリューエルグラビティフィード、プロシージャー、グラビティクリューエルフィーディング。紙の方か。どれだ。アブノーマルプロシージャー 2.09。 あった、これか。エンジンモードセレクター、イグニッション。アボイドネガティブ G ファクター。デターマイングラビティフィードシーリング。フライトレベル300以上で30分以上飛行してるから、カレントフライトレベルだな。了解。このコード以下に留まるようにするよ。あとはなしだな。グラビティクリューエルフィーディングプロシージャー、コンプリート。ありがとう、コンティニューイーカムアクション。あいよ、バスタイ、オート、オート。APU イクアブエアブル、スタート。アンアブエアブルだね。飛ばして。ラジャー、次は。フロア&エクストラクト、オーバーライド。オーバーライド。クリアエレックエマージェンシーコンフィグ。クリア、クリア。フライトコントロールオルタネートロー、プロテクションロスト、マックススピード 320ノッツ。チェック。フライトコントロールオルタネートロー、クリア、クリア。オートフライト、オートスラストオフ、クリア、クリア。エアーパック1レグレーターボルト、クリア、クリア。ランドエイサップ、ステータス。ミニマムラストスピード、140ノッツ。マキシマムスピード、320ノッツ。マックスブレーキプレッシャー、1000PSI。アボイドネガティブ G ファクター。アプローチプロシージャー、ボーランディング、ユーズクラック3。アプローチスピード、VLEP プラス10は140ノッツ。ランディングディスタンスプロシージャー、アプライ、オルタネートロー、プロテクションロスト。ウェンランディングギアダウン、ダイレクトロー。スラット&クラック、スロー、インオペレーティングシステム、フライトコントロールプロテクション、リバーサー、1&2、ADR、2&3、レディオアルティメーター1&2、スポイラー1、2&5、エレック2、セック2&3、オートコールアウト、オートパイロット1&2、オートスラスト、キャット2、フリューエルポンプ、イーカムアクション、コンプリート。ラジャー、ありがとう。それじゃあ着陸する空港を決めないとね。ここから一番近いのは、花巻か秋田。ギリギリ秋田の方が近いな。了解、そうしたら秋田空港に向かうよ。ラジャー、管制に連絡を。パンパン、パンパン、パンパン。イーストレンジ610、ロストメインエレックジェネレーター、リクエストクリアランスプ秋田エアポート、ウィーハブプランドエイサップ。イーストレンジ610、札幌コントロール。ラジャー、クリアドプ秋田エアポートバイアレーダーベッター。コンティニュープレゼントヘディング、ディセント&メインテインフライトレベルプ00。クリアドプー秋田エアポートバイアレーダーベクター、コンティニュープレゼントヘディング、ダウンプーフライトレベルプー00、イーストレンジ610。だいぶ降りてきたね。秋田だから周りに山が多いな。テレインレーダーも使えないし、気をつけないとな。
強度雲は抜けたから地表は見えるね。にしても AC ジェネレーターが2つも同時に落ちるとはな。片方ならまだしも2つ同時はね。まあ飛行系は全部行ってるからいいけどな。ただフライバイワイヤも制限付きの動作になってるからね。完全にいつもと同じとは言い難いかな。とりあえずフラップ1、スピードチェック、フラップ1。フラップの動作もやっぱり遅いな。使える電力はエルロンとかエレベーターのアクチュエーター動かすのに持っていかれてるからね。ただ割と思ってたより早く動いてくれてるね。これなら特段影響はなさそうだな。キーポレン GX10、ツアー6マイルズフロム上はクリアドフォー ILS ズルランウェイツウェイトアプローチ。クリアドフォー ILS ズルランウェイツウェイトアプローチ。ビーストレンジ610。よし、アプローチ許可したね。それじゃあアプローチボタンを。押す必要はなかったね。FCU 自体は生きてるが、FD は死んでるからな。まあローデータでも大丈夫だよ。ただこの侵入は失敗だったね。多分このままだとオーバーシュートする。まあ修正できればいいさ。あとは減速もしないとね。ギア下ろすとダイレクトローに切り替わるから、ちょっと遅めに下ろすよ。フラップ2、スピードチェック、フラップ2。ギア下ろす前にフラップ3にするくらいまで粘るか。そうだね。多分フラップ3にするとギアの警報なるから、その時にまた指示するよ。と、さっきから電力がたまに途切れてフライトコントロールのメッセージが何回も出てくるな。そのままクリアしちゃっていいよ。あいよ、ふむ。大雑把に操縦するには結構スムーズだね、この機体。今はオルタネートローとはいえ、変化のフライバイは嫌だしな。エアバス機は微調節が効きにくいから戸惑うことが多いんだけど、これは見方が変わるな。まあそもそもちょこちょこ動かす操縦は良くないけどな。ちょこちょこというかそれよりは大きく動かしてる範囲だけどね。さて、早めにフラップ3、スピードチェック、フラップ3、ランディングギア、ギアノットダウン、エマージェンシーキャンセル、エマージェンシーキャンセル。よし、視界良好、空港もよく見えるね。これなら ILS すらいらないな。滑走路が2500で、減速したら電源はバッテリーだけになるから、着陸時はマニュアルでフルブレーキするよ。あいよ。あと滑走路をできるだけ使うためにちょっと低めに降りるのと、衝撃よりも確実に降りることを優先するね。ラジャー、壊すなよ。大丈夫だって、この前もちゃんと壊さずに降りたし。まあな。そういえばリバーサーもないんだったな。そそ、それもできるだけ確実に降ろしたい理由の一つかな。ラジャー。キーストレンジ610、コンタクトアッタタワー、118.6。118.6、イーストレンジ610。アッタタワー、イーストレンジ610、アプローチング ILS ズールランウェイ28。キーストレンジ610、アッタタワー、ランウェイ28クリアドブラン、ウィンド250@5。クリアドブラン、ランウェイ28、イーストレンジ610。風もほぼ正面で穏やか。飛行中の幸いかな。かなり降りやすそうな天候だな。もしかしたらエアバス機ってマニュアルスラストで飛ばした方が飛ばしやすいかもしれない。オートスラストと噛み合わないか。マニュアルで調節すれば変な浮きとかも出ないんだよね。まあ通常運行の時に色々試してみるといいさ。降りたらまたこの件で後で怒られるんだろうな。加工力なんだけどな。気がめいっちゃうよほんと。無駄に経験値だけが増えていくからな。この前の777のエンジンの件、燃料に不純物が混ざってたらしいしね。ああ、氷だか雪だかだっけか、よっ溶けたり流れたりせずに残ってたよな。どこのバカが混ぜたんだか。さて、それじゃあギアダウン。あいよ、ギアダウン。それじゃあ気合い入れていこうか。あいよ。フライトコントロール、ダイレクトロー、プロテクションロスト、マニュアルピッチトリム、ユーズ、マニューバミズケア、チェック、クリア。クリア。ランディングチェックリスト、ランディングチェックリスト、オートスラスト、オフ、イーカムメモ、ワンブルー、だけどこれは無視してよし、ランディングチェックリスト、コンプリート、ありがとう。ランウェイインサイト。ミニマム。コンティニュー。ラジャー。
ボイラー、フルブレーキ、ディーゼル、ブレーキプレッシャー 1000PSI、 セブンティーノッツ、このまま停止。あいよ、よし、パーキングブレーキセット、エンジンをシャットダウンしてっと。無事に地上に帰ってこれたな。まだ毎回なんとかなってるけど、ほんといつかはどうなることやら。そんなことがもし起きても無事に帰ってきてこそだな。まあね。さて、完成にトーイングのお願いしてくれる？あいよ。秋田タワー、イーストレンジ610、リクエストトーイング。いやー、今回も派手にやってくれましたね。ここまで来たらもはや芸術ですよ。芸術、何ですか？もしかして私の知らない間に、航空会社同士でいかに困難な異変に立ち向かえるか、みたいなの競い合ってたりするんですか？返す言葉もなく。いや、いいんですよ。私の休みと私の睡眠時間と私のその他の時間が消え去るだけです。なんてことはありませんよ。命を懸けてまで安全に貢献できるなんて素敵だなぁ、ははははは。